食いたい女と食べたい女29話、なごもさんが会食恐怖症と向き合う話の続き、たこ焼きパーティーをします。熱かった、でも美味しいと言ってなごもさんは一口食べれました。なごもさんは会食恐怖症と向き合えるように病院受診を始めています。辛いけれど進むために自分と向き合うなごもさんの姿に SNS で共感の声多かったと思います。引っ越したら寂しい、二人といる時間が私の居場所のようになっていた。二人を見ているとどんどん自分の道を進んでいる遠くに行ってしまうように感じる。人の巡りや星の巡りのようなもの、時期によって近くなったり遠くなったり、それに抗ってもいい。引っ越しても連絡してまた会おう。私も再就職探し、みんなに負けないように頑張る。ゆこさんから紹介された LGBTQ フレンドリーな不動産調査用の方を LGBTQ 活動家の方が演じています。二人の関係性をオーナーさん、大家さんに伝える。入居できる物件の可能性が広がる。二人の関係性伺ってもよろしいでしょうかなど丁寧に聞いてくれます。同性カップルだとすぐに別れてしまう、家賃が安定的に払えないなど思われてしまうので貸してもらえない現実もあります。そんなことを言ったら異性カップルでは別れるのにと話しています。エンタメとして見ていたらだんだん LGBTQ の話が入ってきたとか、精神の話を入れているので主人が分かりにくいなど批判的な意見も一部は出ていますが、いろいろな人がそこにいることをドラマで伝えたいのだと思います。